65歳になったら要注意。年金の受給権が5年で時効？サラリーマンの老齢厚生年金や専業主婦の妻の老齢基礎年金は65歳から受給できます。では、65歳になったら自動的に年金が振り込まれるのかというと、そう簡単な話ではありません。2020年は新型コロナウイルス関連の給付金を申請した方も少なくないと思いますが、公的年金を含めた日本の給付金はほとんどが申請主義を採用していて、受給要件を満たしていても自分で申請しない限りは受け取れないのです。公的年金の場合、受給開始前には請求の手続きを行う必要があります。年金の支給開始年齢を迎える3ヶ月ほど前になると、日本年金機構から年金請求書が送付されます。これに必要事項を記入し、戸籍謄本や振込先の金融機関の通帳かキャッシュカードのコピーなど必要書類を添付した上で、最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出する形です。振込先の金融機関には、預金金利の比較的高いインターネット専業銀行を指定することもできます。一般の銀行や信用金庫などでも、年金受取口座には、金利上乗せやギフト券プレゼントなどの特典を用意しているところが多く、面倒だから給与振込口座をそのまま使おうというのは、少々もったいない気がします。年金請求書が届いたから、早く提出しないと、とばかり書類を整えて、意気揚々と、すぐに窓口に出向いても、受理されない可能性が大きいです。というのも、法的に、年金の受給権が発生するのは誕生日の前日で、それまでは、請求を受け付けてもらえないからです。書類が届いてから提出まで、約3ヶ月ものタイムラグがあると、大事な年金とはいえ、つい失念してしまいがちになります。年金請求書を受け取ったら、まずは提出日を確認した上で、わかりやすい場所に書類を保管しておきましょう。その間に、受取口座となる金融機関を検討すると良いかもしれません。特別支給の老齢厚生年金の受給者が気をつけたいのは、65歳以降も手続き不要で、そのまま年金が受け取れるわけではないということです。特別支給の老齢厚生年金と、65歳以降の老齢厚生年金とは別物ですから、切り替えの時点では、改めて請求の手続きを行わなければなりません。さらに、ここでも注意点があります。先ほど、支給開始年齢を迎える3ヶ月ほど前に年金請求書が届くと言いましたが、特別支給の老齢厚生年金を受給中の人の手元に届くのは65歳になる誕生月の初旬です。これを65歳になる誕生月の末日に提出する必要があり、要するにあまり時間的余裕がないのです。特別支給の老齢厚生年金を受給後、間を空けずに、65歳から老齢厚生年金を受け取る予定なら、早めに提出書類などを揃えておく必要がありそうです。老齢厚生年金や老齢基礎年金は、こうした手続きを経て初めて支給されるため、65歳を迎えて、すぐに年金が受け取れるというわけではありません。60歳で退職という人生プランを描いている方は、60代前半の5年間が無収入状態になるわけですから、最初の年金がいつ振り込まれるのか気になりますよね。老齢厚生年金や老齢基礎年金が支給されるのは原則、偶数月2月、4月、6月、8月、10月、12月で、その前月と、前々月の2ヶ月分が支払われる仕組みです。支給日は15日土日祝日に
当たった場合は直前の平日です。年金の受給券は、前述の通り、満65歳になる誕生日の前日に発生するので、その翌月が受給開始月となり、誕生日次第では、最初の支給だけ、イレギュラーで奇数月になることもあります。例えば、10月2日生まれの人だとしたら、誕生日前日となる10月1日の翌月、つまり11月の15日が、初の年金支給日となるわけです。年金関係の仕事が多い、社会保険労務士の方によると、手続きの遅れにより、実際の初支給が、誕生月の2から3ヶ月後になることも、珍しくないそうです。ライフプランを立てる際は、65歳以降、すぐに年金収入を当てにしない方がいいかもしれません。ところで、年金にも時効があるのをご存知でしょうか？公的年金の受給権は、発生してから5年を経過すると時効で消滅します。とはいえ、2005年7月7日以降に受給権が発生した人の場合は、5年後に自動消滅するわけではなく、国が個別に時効の援用、時効の成立の主張をすることによって時効消滅すると規定されており、実際に時効が適用された事例はほとんどないようです。しかし、例えば面倒だからと手続きを先延ばししていた人が、受給権を得てから7年経ってようやく重い腰を上げて、最低請求を行ったケースなどは、時効の規定があるので、過去に遡って請求できるのは、5年分だけとなってしまう可能性もあります。老後の暮らしの糧となる大事な年金ですから、もらい忘れはレアケースかと思いますが、受け取るつもりなら、早めに手続きをするに越したことはありません。